久保さんナポリタンにしましょうかナポリタン美味しかったです。ナポリタンちょっと昼作りまして美味しかったですね。<laughs> 美味しかった。ナポリタン。<laughs> あのー、僕食べてるだけみたいなのも前作ったりとかまあいろいろ本当にいろいろ動画撮ってきましたねいろんな情報なんだけどまあもちろんねそれだけだとちょっと難しい部分はありますけどもなんか違う一面ですよね。あ こんな一面あるんだっていうのをこれをね何ですかねこうそれを理解した上でマーケティングとして入れてんのか入れてないのかっていうのはこれは売り上げが上がるか上がらないかっていうところで結構大きな差はあるのかなと思いますねうんそのまあ久保さんが言った通りねあの久保さんがただ全部の動画アイスクリーム食べましたみたいなね 動画だったら、まあ、絶対速化塾売れないですね。まあ、もちろんアイスクリーム食いながらなんかそっか塾の話してて今日も儲かりましたみたいななんかちょいちょいその貼ってるんだったらまだわかんないですけどただキーワードがアイスクリーム食べましただけだとリーチも限界あるだろうし100本あ2万6000本全部のタイトルアイスクリーム食いましたっていう <laughs> でもね久保さん巻いたんですよ昔ですねあの蕎麦屋の店主だったかな ソバヤの店主かなんかで YouTube でめちゃくちゃもう何万本アップしてる人がいて、まあ僕も本数アップしてるじゃないですか。で、その人もずっと同じなんですよ。ずっと同じ動画と、あとちょっとだけその、なんかあんまりほとんど変えてないんですよね。なんか、なんかほとんどタイトル一緒です。ちょっとだけ変えるみたいな、でもほぼ一緒。で、どういう動画かっていうと、あの、 〇〇駅の近くのそば屋ですみたいな。よろしくお願いしますみたいな。そ、それだけです <laughs>。で、タイトル、タイトル変えればいいのになと思ってたんですけど、全く変えずにずーっとやってて、凡事徹底もいいけども、もうちょっとテストしてもいいんじゃないかなみたいな。<laughs> うん。そう。だ逆にね、その、その人のチャンネル見ると、過去にね、まあちょっと、過去に、そのそばを作ってる動画は何千回ぐらい回ってるんですよ。 その結果があるのに、なんでその蕎麦作ってる映像とかアップしないのかなみたいな <laughs> そう。途中から多分ね、その、〇〇駅の近くに蕎麦屋やってますっていうので、SEO 対策でなんかそういうので、検索した上に持ってきたかったんでしょうね。ずっと再生数があの2とか3なんですよ。で、その2とか3の動画が、なんですかね、めちゃめちゃあるんですよ。何千本も。しかも全部と同じタイトルみたいな。 ちょっときついよね、みたいな <laughs>。うん。まあ、頑張ってるのわかるけど、ちょっとそれじゃきついんじゃないかなっていう。うん。だからまあ変化球ですね。変化球が結構大事だと思いますね。ストレート決めたいんだったら変化球がないと。ただそのストレートがね、200キロとか出せるんだったらスト、ストレートだけで三振取れるかもしれないですけど、ストでもストレートを生かすために、 うんでも200キロたとえ出てたとしてもストレート一択だったら多分攻略されると思うんですよ。バットにはプロの人ですからバットに当てることはできると思うんですよね。ストレートしか来なければね。ただそれが変化球を混ざってくるとよりかなり至難の技だと思いますねうん。スライダーとかフォークも入って、で、バーンみたいな200キロだったら、まあ、多分打てれないでしょうね。うん。はい。頑張っていきましょう。いってらっしゃい。